いい景色ですね、これは。いや、今から行くお店なんですけど、はい、めちゃくちゃ絶景で、うん、新しくオープンしてとってもおしゃれなんですって。お、絶景新しいおしゃれ。あちらではないですか？いや、あのおしゃれだもんだって。もうあれです。おお、いい。行きましょう。行こう行こう。なんかこう大きいね、意外と広々ね、広々としてる。訪れたのは今年3月江田島の玄関口にオープンした始まりのテラス。早速自慢の眺望を見せてもらいました。あ、すごい。わ、おしゃれ。おしゃれ。これが絶景ですか？こっちもあるんですけど、本当はあっちの方です。いや、まだある。まだありますって。海、うわ。こちらの方をおすすめさせていただきます。すごいすごい。これは板だ。え、これってなんかおしゃれな感じがするんですけど、はい、これ何かコンセプトとかあるんですか？これは実は全然意味ないんですよ。意味ないんですか？デザイナーさんに尖ったものを注文したら、はい、ちょっとこうなっちゃったって感じですね。でもなんか目立ちそうですね。はい、いや、でも最高ですね、景色。ありがとうございます。これぞ絶景で、なんかあの広島って結構海を見ながらっていうお店多いと思うんですけど、これだけこう開けてて建物が被ってないっていうのが意外とないですよね。ありがとうございます。しかも距離もすごく近いですよね、うんうん、海との距離。コンセプトは青い空に青い海。江田島を盛り上げていこうとこの店をオープンしたそうです。こちらのテラスもいいんですが、見晴らしのいい屋上で江田島ならではの料理をいただきます。いや、気持ちいいですね。ちょっとこう視界が上がるとこう島とか山とか見えて違う良さがあるね。なんかこうカキイカダとかが見えてるのも江田島っぽさというか。はい、どうぞ。あら、海鮮丼。いや、すごいキラキラですね。ありがとうございます。しかもなんか結構種類も載ってますよね。7種類載せるようにしてます。7種類。ハマチやスズキ、サワラなど江田島で獲れた魚介にイクラが載った海鮮丼。おすすめあります？おすすめ、ハマチがおすすめです。ハマチはなんでおすすめなんですか？ハマチ僕好きなんで。あ、そうだったんですね。はい、うん、うん、あ、これは重いよ。本当に食べた瞬間に新鮮って分かります。噛み応えもすごいちょうどよくって、こう柔らかすぎずちょっと歯応えあるのあって、油もしっかり乗ってて私も好きです。ありがとうございます。炙ってるのはこれですか？はい、炙り、サワラの炙りです、ね、サワラ。うわ、魚に春ですものね。はい、旬です。あら、ほのかさんちょっと知識を。はい、もう30ですんで。すいません。ちょっとイクラと一緒にとかもいいです。あ、もう、あ、ほら、ちょっとちょっとこれだってほらすごくない？絵の力。わあ、いただきます。わーい。うん、おいしい。サワラが炙ってあるから香りが香ばしい香りと、ちょっとね、身がねギュッとなるのよ、火を入れてるから。で、そこにイクラがはじけて最高です。ありがとうございます。実はこちらのお店、魚介を新鮮な状態で提供できるある最新技術を導入しています。一体どんな技術なんでしょうか？魚を取ります。で、 AI に登録をして魚ごとに飼育を変えている。違います。早い。早いですね。でもなんかありそうだね。それっぽかった。店長、正解お願いします。はい、正解は急速冷凍です。おお、急速冷凍。そうなんですよ。本当ですか？もう本当なんか今取ったぐらい新鮮ですよ。この建物の中に加工場があるということで、今回特別に中を見せていただきました。うわ、すごい。え、冷た。いや、本当に南極にいるかのような冷たさで、風が来てるんですよ。白い冷気の風が。いやー、ほのかさん、すごかったですよ。
これは最新式で、いろんな方向から風を当てるんで、全体が均一に新鮮なまま固まることができます。全体が一気に急速に固まる。はい。どんなに大きな魚でも30分もあれば芯まで凍るんだそうです。もともと水産物の加工がメインのお店、毎朝江田島の漁師から新鮮な魚介を仕入れて急速冷凍し、取れたての鮮度を保った状態で販売しているんです。新鮮な食材はこんな食べ方でも。うわー、グツグツしてて美味しそう。江田島で取れたサザエのつぼ焼きです。もう香りがしますよね。そうなのよ、すごいこの香りが。これサザエの香りですよね。はい、サザエの香りです。わー、しかも大きくない？すごい。ほんと身が大きい。いただきます。うん、美味しい。美味しい、噛み締めたね。歯ごたえ抜群で、本当に新鮮な取れたてのサザエを食べてます。香りも本当に磯の香りが ね、はい、海から上がってきたばっかりって感じがします。ね、でもそう、ね、これも急速冷凍です。サザエももう殻ごとですか？はい、貝ごと。貝ごと冷凍してます。一押しのスイーツもあるそうですよ。ありがとうございます。これは本当に映えるために生まれたスイーツですね。確かに普通の人によると、海バックでこう掲げて撮るとよりいい写真が撮れるって聞いたんです。ということで、はい、チーズ。え、なんか仲良さそう。え仲良さそうよ。仲良さそうよ。仲良さそう。仲いい。わあ、すごい。コントラストがいいですね。いただきます。甘酸っぱいいちごとこの生クリームの冷たさ、甘さが本当に合う。止まらない。取っても取ってもいちごが出てくる、ね、幸せ。海鮮丼も映えてたし、うん、この焼き物もスイーツまで、あと、まあ何よりこの江田島の景色が映えてます、ね、